ごきげんよう。この動画では、ナイアガラのコリジョン通知方法に関しての解説をしていきたいと思います。コリジョンと一緒に、弾幕に使いやすそうなモジュールも紹介しようと思います。同じような内容の情報は見かけませんでしたので、ナイアガラで弾幕ゲームを作る際には参考になると思います。また、ナイアガラ初心者の方でもわかりやすいように、手順を細かめに説明していこうと思います。これをきっかけに、ナイアガラを触る方が増えたらいいなと思いますので、役に立った方は SNS などで、拡散していただけると嬉しいです。では、やっていきましょう。 ナイアガラとは概要ナイアガラとは2020年の4.25から正式リリースされたアンリアルエンジンの新しいパーティクルシステムです従来からあるカスケートパーティクルシステムよりパワフルかつ拡張性に優れたパーティクルシステムになっています正式リリース以降はナイアガラを押していく方針のようなのでパーティクルを使う際はナイアガラを使っていきましょうカスケートで過去に作ったり購入したエフェクトはカスケート,トゥーナイアガラコンバーターというプラグインが公式で用意してあるので無駄にはなりません カスケートとナイアガラの違い。カスケートとナイアガラで、特に、大きな違いを一つ挙げるとしたら、カスケートで、複雑なことをしようとすると、チープラプラで、機能を拡張する必要があったものが、ナイアガラでは、ノート形式で、機能の追加編集が可能という点が、特に、大きな要素になっています。他にも、カスケートでできなかった、エミッターの共有や、便利な機能があるようですが、このあたりを詳しく知るには、アンリアルフェスイースト2018の池田さんの講演がとてもわかりやすいので、おすすめです。概要欄にもリンクを置いておくので、 ご確認ください。ナイアガラ基本構造、従来のカスケートパーティクル、白とナイアガラシステム、赤は、同等の扱いだと思っておいていいです。FX のナイアガラシステム以外の項目は、凝ったことをするときに使うものだと思っておけばいいです。基本的な機能を使うだけであれば、ナイアガラシステムを作れば、ナイアガラのパーティクルは作れます。ナイアガラシステム内で、左の青い方が、ナイアガラシステムで、右のオレンジが、ナイアガラエミッターです。エミッターは、右クリックから追加でき、テンプレートから、 基本的なパーティクルエミッターが選べます。親のタブには自作エミッターが表示されます。動作例のタブには参考例のエミッターが表示されるので、学習時に確認してみましょう。エミッターを右クリックから、これからアセットを作成を選ぶと、エミッターが共有可能な状態でデータが作成されます。実践ナイアガラでパーティクルを作る UE44.27.1 を立ち上げて、サードパーソンテンプレートを選んで開きます。多くの方が見慣れているところから始めたいと思います。ナイアガラシステム作成 fx フォルダを作り、その中で、右クリック、fx ナイアガラシステムを選択。選択したエミッターに基づく、新しいシステムを選択。今回は、ファウンテンを選びます。選択は、ダブルクリック、紙取りのプラスボタンから、エミッターを追加します。終了、を押すと、ナイアガラシステムが作成されます。名前を、ns テスト1にします。ダブルクリックをし、開くと、シンプルな噴水パーティクルが確認できると思います。確認したら、サートパーソンテンプレートのフューポートに戻り、 作成された NS テスト1をビューポートにドラッグすると、噴水パーティクルが発生します。パーティクルをそのまま置くだけであれば、ナイアガラパーティクルを作成して発生させる工程は、これで完了です。ナイアガラコリジョン。コリジョン追加。まず、噴水エミッターのパーティクル更新の右のプラスをクリック。コリジョンを選択すると、赤いビックリマークが出るので、問題を修正をクリック。これで、ビューポートに戻ってみると、地面に噴水の玉がバウンドしていると思います。赤いビックリマークが何を意味しているのか、 気になる方用に翻訳を。ソルブフォースベロシティモジュールより、上にコリジョンがある必要があるという注意書きで、問題を修正のボタンを押したら、自動で順序が変更されたという流れです。コリジョンの衝突通知を行うために必要な設定。パラメータタブの、公開されたユーザー、システム設定の、プラスをクリックし、オブジェクトを選択。作成された、ニューオブジェクトの名前を変更して、BP コールバックとします。次に、パーティクル更新の右にある、プラスをクリックし、ブルーと検索して、エクスポートパーティクルデータ2ブループリントを追加。 青いビックリマークの注意書きが出てくるので、一応確認しておきます。この機能を理解するためには、コンテントエグザンプルズを確認してください。という注意書きです。青いビックリマークを消したい場合は、ディスミスを押します。放っておいても構いません。エクスポートパーティクルデータトゥーブループリントを選択した状態で、右に詳細表示された、コンディショントゥーエクスポートデータの右の下三角をクリックして、コリションと検索をかけ、出力、コリション、コリションバリドを指定します。これで、何かが衝突したとき、 このモジュールが反応するという設定になりました。反応をどこに送るかの設定が、コールバックハンドラーパラメーターのタブで、ここに、先ほど作成した、BP コールバックを指定します。これで、ナイアガラ側の最低限の設定ができました。アクターにナイアガラを呼び出す、コリジョンの衝突の通知を行うために、ナイアガラシステムをそのまま置くのではなく、アクターを用意します。右クリックから、ブループリントクラス、アクターを選び、BP ナイアガラテスト1とします。BP ナイアガラテスト1をダブルクリックで開き、左上のプラスコンポーネントを追加から、 ナイアガラパーティクルシステムを選択。追加されたナイアガラを選び、詳細欄のナイアガラシステムはセットに NS テスト1を指定します。コリジョンイベントブループリント設定。イベントグラフ画面で、右クリックから検索をかけて、セットナイアガラバリアブルオブジェクトのノードを呼び出します。イベントビギンプレイにつなぎ、インバリアブルネームの欄に、b p コールバックと打ちます。オブジェクトの項目には、セルフを当てます。次に、クラス設定を選択した状態で、インターフェース、実装インターフェースの追加から、 ナイアガラで検索をかけて、ナイアガラパーティクルコールバックハンドラーを選択します。そこまでできたら、コンパイル、保存をしてください。左下のインターフェースの欄の、ナイアガラレシーブパーティクルデータを、右クリック、イベントを実装を選び、イベントレシーブパーティクルデータを用意します。そこに、プリントストリングをつないで、ハローが呼ばれるか確認します。レベル上に、直で置いてあるナイアガラシステムは、削除して、作ったブループリントをドラッグします。プレイをすると、ハローが画面左に出てくると思います。これで、アクターに、 衝突のイベントを送ることが確認できました。プレイヤーにダメージを送る。デフォルトのコリジョン設定の場合、ワールドダイナミックが当たっており、何でもかんでも衝突判定を取ります。これを、プレイヤーにのみ衝突判定をしたいと思います。プロジェクト設定、トレースチャンネル追加。プロジェクト設定、エンジン、コリジョン、トレースチャンネルスの新規のトレースチャンネルを選択。名前を、エネミープロジェクタイル。デフォルト応答を、イグノア、にして承認を押します。新しいトレースチャンネルができたので、これを使用していきます。 コリジョントレースチャンネルをして、ナイアガラ NS テスト1を開いて、コリジョンの CPU コリジョントレースチャンネルに、エネミープロジェクタイルをセットします。プレイヤー側のコリジョン設定。次に、プレイヤー側の設定を、サードパーソンキャラクターを開いて、ミッシュのコリジョンプリセットをカスタムにして、トレース応答の項目のエネミープロジェクタイルをブロックに変更します。簡易的には、これで、プレイヤーにのみ衝突する状態になっています。ダメージ送信処理。あとは、ナイアガラのアクターのブループリントで、アプライダメージを、ゲットプレイヤーポーンに送り、 プレイヤー側のブループリントで、イベントへにダメージを組むと、ダメージが送られてきます。プレイヤー側のコリジョン判定の基本構造の説明は以上です。衝突した弾を消したい。現状だと、プレイヤーに弾が当たった後、バウンドして、複数回プレイヤーに当たる可能性があります。衝突したら消えるように設定したいと思います。NS テスト1の、パーティクル更新の右のプラスをクリック。キルで検索をかけて、キルパーティクルズを追加。キルパーティクルズの右の下三角をクリックし、コリジョンと検索。 出力、コリション、コリションバリドを選びます。これで、衝突したら、消えるという処理になります。プレイヤー以外にダメージを与えたい。敵の弾をプレイヤーに当てるだけであれば、トレースチャンネルを指定するだけでもなんとかなりますが、不特定多数の相手にダメージを与えるような場合、ダメージの送り先がわからない状態になります。何と衝突したか、アクターのブループリントで再度トレースしたいと思います。ナイアガラ、エクスポートパーティクルデータトゥーブループリント、設定。まず、ナイアガラ、NS テスト1のエクスポートパーティクルデータトゥーブループリントを選択し、 ベクタートゥーセンドアスストラクトポジションに、パーティクルズ、前、ポジションをドラッグし、ベクタートゥーセンドアスストラクトベロシティに、パーティクルズ、前、ベロシティをドラッグ。フロートトゥーセンドアスストラクトサイズに、一時的コリジョンサイズをコリジョンで検索して指定します。アクターでトレース設定。ナイアガラ用のアクター、BP ナイアガラテスト1を開いて、データから右に引っ張って41ループを作り、アレイエレメントをブレイクで展開し、ポジションとサイズとベロシティを使って、スフィアトレースバイチャンネルにセットします。トレース結果のヒットアクターを アプライダメージに当てることが可能です。これで、不特定多数の衝突物にダメージを送る処理ができました。注意。方法論の一つです。より良い方法がありましたら、共有していただけると嬉しいです。衝突した場所にパーティクルを発生させたい。衝突エフェクトを出したい場合の設定方法もやっておこうと思います。ジェネレートコリジョンイベント。コリジョンが発生したイベントを、別のエミッターに送るときに使います。このモチュールを追加すると、赤いビックリマークの注意文が出てきます。ナイアガラログをチェックすると、 パーティクル ID を有効にする必要があることと、少し処理が重くなるけどいいかという確認です。Requires Persistent IDs Requires Persistent IDs のチェックを入れると、赤いビックリマークと注意文が消えます。新規エミッターを追加。右クリックからエミッターを追加で、ファウンテンを選びます。別のエミッターでも構いませんが、知らないエミッターを追加するより混乱が少ないと思うので、これを選びます。イベントハンドラープロパティーズイベントハンドラーのプラスをクリックすると、プロパティが追加されるので、ソースをコリジョンイベント。 スポーンナンバーを3 0にします。レシーブコリジョンイベント。もう一度、イベントハンドラーの右のプラスをクリックして、コリションと検索。レシーブコリジョンイベントを追加します。これで、衝突が起こった場所に、パーティクルが発生するようになりました。スポーンレートを削除。スポーンレートがあると、衝突以外の場所にも、パーティクルが発生するため、スポーンレートを削除します。衝突チェック。パーティクルの色を赤くして、衝突後のパーティクルと分かりやすくしています。見た目的には、ベロシティの調整や、 パーティクルサイズなどの調整が必要だと思いますが、イベントハンドラーを使った衝突位置に、パーティクルを発生させる手順は以上です。ナイアガラ、弾幕の作り方。規則的な飛ばし方。新しいナイアガラシステムを作成します。エンプティーを選んで、NS テスト2を作成します。パーティクルスポーン設定。スポーンマーストインスタンテニアス。エンプティーは空のエミッターなので、まずパーティクルを発生させるスポーンモジュールを追加します。スポーンマーストインスタンテニアス。このモジュールを使うと、 最初のフレームで指定位置に指定数のパーティクルが発生します。スポーンカウントを仮に32にしておきます。この時点ではエミッターの中央位置に一つ点が見える状態ですが32個のパーティクルが重なって表示されています。ここから規則的な位置にパーティクルを配置します。規則的にパーティクルを並べるロケーションモジュールを追加することでパーティクルの発生位置を調整することができます。規則的な配列がしやすいモジュールをいくつかピックアップします。スフィアロケーション、球場に配列するときに便利。 スフィアディストリビューションをユニフォームにしてデフォルトの状態が正多角形の頂点の位置にパーティクルが発生しますユニフォームスパイラルアマウントの値を変えると配列のパターンを変えることができます他の数値を変えるともっと色々なバリエーションが作れます少しパーティクルサイズが大きかったのでイニシャライズパーティクルのスプライトサイズモードをユニフォームに変更しましたグリッドロケーション四角いグリッド上にきれいに配列するときに便利グリッドロケーションを追加するとスポーンパーティクルスイングリッドが作られるのでこちらでパーティクルの数を調整 グリッドロケーションの方で間隔などの調整ができます。トーラスロケーション、リング上に配列するときに便利、トーラスモードをリングに、トーラスディストリビューションモードをダイレクトに、U ポジションにインデックスと検索をかけ、リターンノーマライスドエグジックインデックスを指定することで、きれいにリング上に並びます。自作モジュールを作るには、各モジュールをダブルクリックすると構造が見ることができるので、やりたいことに近いモジュールの中身を確認し、自分でモジュールを作成することができます。標準で用意してあるモジュールで、足りないものは、 自分で作ることができます。規則的にパーティクルを飛ばす。規則的な配置化済んで、簡単に飛ばす場合は、エミッターステート。エミッターステートをシステムからセルフに変更します。ループデュレーションを0.1にします。0.1秒ごとにパーティクルが発生するようになります。アドベロシティフロムポイント。アドベロシティフロムポイントを使うと、中心から一定の速度でパーティクルを移動させることができます。アドベロシティフロムポイントを追加すると、注意文が出てくるので読みます。 ソルブフォースベロシティが必要。ということで、問題を修正するを押すと、ソルブフォースベロシティが自動で作成されます。規則的に飛ばす方法の基本は以上です。エクスプレッション。エクスプレッションという、数式を直接打って、制御する方法があり、マジュールやスクリプトを作成するほどでもないものは、エクスプレッションを活用することで、数値を打つだけではできない挙動が、作成できます。公式ドキュメントのマスエクスプレッションノートも参考になります。簡単なエクスプレッションで、エミッターを回転させたいと思います。 トーラスロケーションのノーマライズドアングルアラウンドトーラスアクシスの右の下三角をクリックして、ニューエクスプレッションを選びます。試しに、エミッターエイジやスタリスク0.1と打ってみます。これで、エミッターが回転するようになります。エミッターエイジに何かをかけると、時間に応じて変化のある値を簡単に作れるので、重宝します。この動画と同時に投稿される記事や、GitHub にサンプルプロジェクトを置いておくので、そちらも確認してみていただければと思います。ナイアカラサンプル。以上の基本を踏まえた上で、 概要欄のリンクから、ナイアガラサンプルデータを確認してみてください。今回の説明より少し細かい処理をしたものを置いてあります。中級者以上の方は、データ見るだけでわかると思いますが、ナイアガラ初心者の方は、動画の内容を把握して触った方が理解がしやすいと思います。マ字情報の方がいい方は、記事も用意してあるので、そちらもご確認ください。また、今回の情報は、コンテントエクサンプルズのデータを見て、自分なりに検証した結果になっています。より詳しくナイアガラを学ぶ上では、現状、コンテントエクサンプルズを把握するのが、 いいかと思います。花火などのギミックに関しては、マメオさんがサンプルデータを公開してくれているので、こちらも参考になると思います。ナイアガラの見た目に関しては、YouTube で情報共有してくれている方々がいるので、検索をかけると、いろいろ豪華な見た目にする方法が見つかると思います。ナイアガラの情報を探り始めた際は、コリションの情報が少なかったため、困ってしまいましたが、情報共有をして、ある程度は、誰でも簡単に作れるようにしていきたいですね。はい。お疲れ様でした。 今回、いつもより、丁寧に動画を作ってみたのですが、いかがだったでしょうか役に立った方は、コメントや高評価、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それでは、次回の動画もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。